印刷の職人さんが高齢化してきているということで、次の担い手っていうのがなかなか印刷オペレーターが採用難しくなってきているという現状なんです。でそういう部分で、何か最新の機械で変わるものがないかなというのを探していた、まあ、そこで、まあ、オルフィスっていうのが目に留まったっていうのが、オルフィスでは主に軽印刷部門の印刷をカバーしようと思って今取り組んでいるところです。まあ、具体的に言いますと帳票関係、伝票ですね、複写物の伝票、それから封筒関係、そして、まあ、小冊子、その部分がオルフィスに切り替わったという感じですね。導入してまだ3ヶ月ですけども、オンデマンドの印刷物の仕事が 30% オルフィスに置き換わっています。特にそれは冊子物が多くなっていると思います。プロダクションプリンターとオルフィスの決定的な違いはまず印刷スピードです。スピードには驚きました。1分間あたり 80枚機なんですね、今のプロダクションプリンターは。それに比べても、もう倍の生産性がまず得られる。もうこちらで作業時間、人の携わる時間というのがまず変わってきます。はがきですね、バリアブルで宛名を印刷していったんですけども、これはもう抜群に早いと驚きました。もうこういうのも非常に、一つの効果かなというふうに感じてます。コストについては純粋にオフセットと比べると1枚あたり単価は高くなるかもしれませんけども、小ロットになればなるほどオルフィスの方が有利、これは間違いないです。またプロダクションプリンターの場合は A4 のサイズでも A3 のサイズでもカウンター料金が一緒なんです。でオルフィスの場合はA4 であろうが A3 であろうがインクの使用量だけでいけるので、そこでやっぱりコストメリットというのは非常に発揮できるというふうに思います。そういうところでも価格競争力というのはオルフィスの場合は非常に大きいと思います。普通のオンデマンドプリンターですねとの違いというのは、やはり紙の収縮がインクジェットの場合はないというのがまず決定的な違いかなというふうに思っています。他社さんでインクジェット のオルフィスと、まあ、同等のものも見ました。でいろいろと印刷のテストもさせていただいた中で、何が決定的に違うかというと、この CCP の伝票が擦れるかどうかというところだったんです。まあ、これがやはり決め手になったのかなというふうに思います。複写伝票の場合、まずナンバリングも自動も印書に印刷できるというところですね。これはやっぱり強いと思います。 KOF の印刷物、印刷機になると印刷をしてからまたナンバリング の専用の機械を通すというふうな作業が必要だったんですけども、そういうものが全てオルフィスだったら一発で一つの工程でできてしまうというところで、封筒もオンデマンドプロダクションプリンターの場合でしたら窓開き封筒ですね、あれがやっぱりセロでできている部分が溶けてしまうんですけども、オルフィスの場合は溶けないので熱使いませんから、その分印刷にすごい役立っている状況ですね。機械を動かしてもらっているのはDTP のオペレーターがにしてもらってます。ですのでわざわざオルフィスを使う人を、専任者を雇用するということじゃなしに、今現状いている人たちで全ての印刷物というのができるというのは大きいと思いますね。職人さんの場合は紙を積むところから覚えていかなければいけないんですけども、そういうこともなしにいきなり印刷スタートという形で進んでいただけるということですね。なんかスキルレスっていうんですかね、経験者じゃなくても操作さえ覚えれば十分対応できると思います。弊社でその
冊子とかの印刷をするときにですね、どうしても調合作業が入ってくるっていうのがあるんですけども、製本するにあたって。そこで何回かヒューマンエラーがちょっと起こってしまって、お客様にちょっとお叱りをいただいたりしたことがあるんです。で、そのヒューマンエラーを起こさないようにしようと思えば、そしたらもうオルフィスで吸ったらいいんじゃないの。そしたらオフセットで印刷する時間、それから調合して製本する時間、トータルの時間で思えばオルフィスの方が早いし、そしてなおかつ人の携わる人の数ですね、それも激減してしまった、 半分の人数で済んでしまった。スポットカラーというので使うことで、どん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 仕事の幅というのは増えてくると考えています。帳票類とか、これでも紺色の色と、それからグリーンの色というふうな形で、これもカラーで再現フォントはされてるんです。伝票についても、例えばここの印刷ね、墨で印刷しますけど、ここのハンコの部分、ここもカラーなんです。ですのでオルフィスで一番いい形で印刷ができているのかなというふうに考えています。とにかくスピードが速いので、これが助かってます。一つのジョブというのをどんどんスピーディーにできるというところでしょうか。もう次々と仕事が回せていけるというのがオルフィスの特徴だと思います。経営オフの場合でしたら、版をセットします、それからインキを入れます、それから印刷をしますと。青だった青色のインキを入れて印刷をする、黒だった黒色のインキを入れて印刷するということで、インキが変わるたびに清掃も入ってくるというふうな工程が入るんですね。版をセットしてインキを入れるというところが、もうオルフィスはないんです。そこだけでも時間が10分20分変わってくる。印刷だけの時間で済んでしまうんですよ、オルフィスの場合は。当社の方の製本の機械現場がもう月末になったらですね、もう大体もう残業するほど回るんですけども、オルフィスを入れることによって、そのまず作業時間というのが非常に短縮できるようになりました。これによって従業員の皆さんも早く帰っていただけるということで、働き方改革の一助になっているかなというふうに思っています。オルフィスを導入することで仕事の領域が増えました。最近では観光庁の仕事にも積極的に取り組んでいます。科学競争力というのが名をつきましたので、入札参加する、新たに仕事チャレンジするということにつながってきてますね。観光庁関連でしたら、まだまだ冊子とか資料を残していかなきゃいけない仕事ももちろんあるわけですので、そういうところの仕事を取り組んでいけたらなというふうに思っています。オルフィスを入れることで印刷業の未来が見えた、そのように思います。